はい、今回見せていただいてますピアノが、UX の300というね、この X シリーズ、ヤマハのね、人気の X シリーズの中でも最上級の、クラスでして、こういうアグラフっていうね、一本一本この弦がね、穴を通ってるっていうね、このアグラフも採用されているピアノですね。はい、さすがにね、弾きますと、あの低音の伸びから高、あ、中音、高音のね、スコーンっていう音までね、きっちり出てましてね、さすが高級ピアノだなという感じはするんですけども、音の狂いが、ね、やっぱり25セント以上、狂っておりますので、調律の方をしっかりしていかないといけないかなという感じですね。あと鍵盤の動きもね、ちょっと持ち上げたらもう降りないですし、こういうね、この真ん中のバランスホールというところが硬くなってますね。ハンマーの感覚なんかももう乱れておりますし、ちょっとロスもね、ありますね。なのでこういう調整とかもしっかり動かされる機械ですので、一旦工房の中に運んで、こういう鍵盤の中のね、下のホコリとかも掃除して、調整もし直してという形で運ばれてもいいかなとも思いますね。直接ね、運ばれてもいいですし、いろいろちょっと見積もりの方はさせていただこうと思います。では外装の方も取り付けてみたいと思います。あ、ちょっとその前にちょっとね、蜘蛛の巣みたいなのもちょっと貼っておりますのでね、ちょっと撮影しておきますね。はい、外装の方を取り付けてみました。ここだけね、こういう風にちょっと、色を変えてあって、このね、譜面台のところが特徴ですね。ただやっぱり、ちょっとね、もっと黒光りしたピアノだったはずですけども、ちょっと曇りがね、入っておりますので、こういうのもね、工房ででしたら、バフという機械でバーッとね、磨けば新品の輝きが戻るんじゃないかなと思いますね。ペダルなんかも錆びておりますけど、この辺も顔が映るぐらいまでね、綺麗にできるかなと思いますね。あ、これちょっと鍵盤が上がったままになってましたね。はい、そういう形で外線弦の方もピカピカにしてね、中の方の調整もきっちりしてすれば、かなりのポテンシャルのピアノですので、ちょっと職人としては、きっちりしたいなという思いにはなっておるんですけども、外装の方も含めていろいろ見積もり出させていただこうと思います。